今回のルームツアーは延べ床面積32坪、遊び心のあるナチュラルモダンなお家、中京テレビハウジング小牧にある8 days life という商品のモデルハウスをご紹介します。展示場情報や商品情報、見学予約については概要欄をご覧ください。事務所部分とモデル部分が分かれており、今回はモデル部分をメインにご案内します。それでは早速外観からご紹介していきます。外観の仕様はこちら。外構は水盤と階段を組み合わせることで、水に浮いているような遊び心のあるアプローチと植栽の組み合わせでリゾート感のあるコーディネートに。窓のないシンプルなデザインの外観、外壁にはきれいめなブラウンの塗り壁を採用しました。作業方法によって自由に模様をつけることができ、自分好みの仕上がりパターンにできる空張りも豊富な外壁材です。異素材の独立壁の裏側は自転車などが置いておけます。それではお家の中に入っていきます。玄関に入ってまず目に飛び込んでくるのは正面のスケルトン階段と窓。建具を配置せず、玄関から階段、窓、外空間へと視線が抜けることで開放感を演出しています。廊下や建具を設けず、空間をできるだけ居住空間に利用できるレイアウトになっていますが、リビングまでは視線が抜けないので来客時にも気兼ねなくくつろいで過ごせます。土間タイルはテラコッタ調をセレクト、温かみのある素焼きの独特な風合いが感じられるタイルです。玄関の真ん中には間仕切り壁を配置、シューズボックスのある家族用動線と LDK 側の近い来客用動線を分けた 2way 玄関になっています。玄関近くには約1畳のトイレを配置しました。トイレ本体は TOTO の NJ1 タンクレスのコンパクトなモデルです。濃いグレーのアクセントクロスと暗めに設定した照明で落ち着いた雰囲気になっています。窓の大きさに合わせて奥の壁を少しだけ深くし、造作で取り付けたカウンターと窓台を一体化させたデザインに。こうすることで空間に奥行きが出て意匠性が高いトイレ空間を演出しています。カウンターには洗面ボールやインテリアを配置し、カウンター下は収納スペースとして有効活用できます。玄関右側の扉は3畳の洗面脱衣室、こちらはオーク材を使った造作洗面台です。洗面台左側にはお化粧用のスペース、ミラーは洗面用とお化粧用で2つ取り付け、カウンター下にはスツールをしまえる空間も確保しました。ミラーボックス、開き戸、引き出しと収納もたっぷり。ボールはカウンターに置くタイプのベッセル式を採用。排水口の見えないホテルライクで洗練されたデザインで、インテリアと相性もバッチリです。アクセントにアルミニウム素材のタルボットタイルを採用。立体感と光沢のあるデザインです。タイルのセレクト一つでかなり雰囲気が変わるのも造作洗面の特徴の一つですね。洗濯機置き場の横には勝手口を配置。洗濯が終わったらすぐに外干しができる家事楽動線です。続いてはバスルーム。タカラスタンダードのリラクシア P タイプです。アクセントパネルはベージュ。床はホワイトグレーをチョイスし、シンプルで清潔感のあるカラーでまとめました。
玄関に戻って左手に進むと LDK が見えてきます。今回のお家は 8days life というセレクトタイプの商品。選べる4つのインテリアテイストの中の1つ、ナチュラルモダンでコーディネートされています。まずはキッチンからご紹介していきます。キッチンはタカラスタンダードのオフェリアを採用。カウンター以外は標準仕様となっています。表面がガラス質なので汚れが染み込まず、お手入れが簡単なのが嬉しいポイントです。カップボードはキッチンと同じ仕様で揃えました。天井から吊り下げられたペンダントライトも空間のアクセントになっています。キッチン横の壁はリビングとの空間を仕切りつつ、腰壁の高さにすることで開放感も残したデザインに。キッチンに立つと LDK 全体を見渡せるので、家族を見守りながら作業ができます。キッチンの向かい側は広さ4畳のダイニング。広々と使える三角形のテーブルは造作で取り付けています。壁付けにすることで小スペース化、空間を広く使えます。天井は吹き抜けのように高く設計し、上部には横長の窓を2つ配置したコンパクトながら開放感のあるデザイン。白いクロスに光がたっぷり差し込んで、かなり明るい空間になっています。ロックアイスのようなアシンメトリーのペンダントライトは、見る角度によっていろんな光の表情を楽しむことができます。続いてはリビングの一角に設けた広さ 2.5 畳の畳スペース。ナチュラルモダンのインテリアテイストに合わせて、畳は黄金色をチョイス。緻密でシンプルな折り目がモダンな印象を与えてくれます。収納の背面タイルには畳カラーと相性がいいゴールドを取り入れることで高級感をプラスしています。こちらの造作収納、上部はおしゃれな小物を置ける見せる収納、下部は扉付きの隠す収納となっています。書類や文房具、お薬などリビング小物を収納できます。続いて6畳のリビングスペース。テレビ背面には消臭効果のあるリクシルのエコカラットを採用しています。キッチンからほど近い配置なので、料理の気になる匂いを吸収してくれます。ペットがいるご家庭にもおすすめのアイテムです。それでは2階に上がっていきます。階段はオープンで抜け感のあるスケルトン階段。木製の階段に白いアイアンの手すりを組み合わせることで、シンプルですっきりとした階段スペースになっています。2階トイレは白を基調としたシンプルな空間に仕上げています。クッションフロアにはベージュをチョイスし、柔らかい雰囲気も取り入れました。シンプルな空間にあるユニークなペンダントライトが存在感のあるアクセントになっています。階段を上がって左側の扉は6畳の主寝室。白いクロスと木のぬくもりで落ち着いた空間に仕上げました。ベッドの頭側の壁には携帯や小物を置くことができます。間接照明をつけることで陰影と奥行きが生まれ、ゆったりとした雰囲気のある空間を演出しています。お部屋の奥にあるのは2方向からアプローチ可能なウォークスルークロゼット。置く、畳む、吊るすなど形をカスタマイズできるタイプを採用し、すっきり収納ができます。
2階のホール部分にあるのは3畳のフリースペース。1階のダイニングスペースの天井を高くデザインした分、床がポコンと上がっています。縦の空間を余すことなく活用した遊び心のあるスペースです。子供部屋の延長空間としてスタディースペースにしたり、ひな人形などの季節物をディスプレイするのも良さそうですね。さらに奥に進むと2部屋分の子供部屋が見えてきます。柱を中心に扉を2つ付けられるイメージです。ベッドは造作で取り付けて、限られたスペースを上から下まで活用できるレイアウトになっています。お子様の成長に合わせて間仕切り壁で2部屋に分割することも可能です。主寝室と子供部屋の間となる位置には4畳のファミリークロゼットを配置しました。ホールと収納を区切る壁はあえて天井までは伸ばさず、上部でホールとつながっています。こうすることでホール側の光がファミクロまで届くので、閉塞感を軽減させることができます。はい、以上で全てのお部屋のご案内が終了しました。今回ご紹介したのは延べ床面積32坪、遊び心のあるナチュラルモダンな蜂屋のモデルハウスでした。今回のお家は皆さんも実際にご見学できますので、気になる方は概要欄をご覧ください。今回の動画が良かった、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。